べえも挨拶しろ。はい、皆さんこんにちは。こんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちは。こんなこと言ってやがるのもな、今が午前2時だからだよ。はい、今日は行くげにしろこの生活スタイルな。まあでも今日はライブがありましたよ。ああ、ね、ライブやってきました。大阪でライブしてよ、家に帰ったら午前1時だよ。ああ、まあしょうがないよね。そっからチャーノンでな、上がってきて今の時間っちゅうわけや。そう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 。でもだいぶね、うん、昼夜逆転生活治ったよね、うん、ね、うん、ちゃんと朝ね、ね、8時9時起きてますね。ちゃんとね、8時頃にはね、目覚ましとってな、うん、うん、最近さ、うん、なんか午前中の仕事が入ってもさ、切れないよね、うん、そうだよね、うん、午前中の仕事入ってもあの体がだるくないよね。パッと起きていけるよね。昔は午前中に仕事が来ようもんなら、うん、もうどんだけぐずったか。そうだね。ぐずる柴田孔明を引っ張って仕事場へ連れて行くのがワイのお仕事でございました。まあそもそもね、僕が昔一人で、ね、あのなんだっけ、ジャズピアノっていうかね、そういうピアノバーなんかはもうでも仕事しましたけどね、夜の仕事が多かったからね、うん、まあそれちょっとそういう癖があったんですけどもね。最低。今はこう割とね、早く起きるようになりました、ね。うん、ご苦労さん。この吉野に来て、うん、なんかどういうかな、やっぱ朝早く起きらざるを得なくなったかね。起きざるを得ないよね。ああ、やっぱ朝からこう高音機の音とかにするしね。畑からババ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 って。朝6時にはもうね、ババババババって音してね、うんうん、で夜はねもう早いよね。早い早い。もう夜の7時にはシーン。っていうかね、日没とともに深夜が来るよね。そう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 、うんうん、でなんかもう近所のおばさんとかもう寝るねんとか言って、いやまだ7時半ですけどみたいな。朝早いよね。夜が静かで、まあ仕事がはかどること。ああそうそう、うん、うん、確かに、ね、今も静かだね、うんうん、でそんな吉野でさ、はい、ね、今度ジャズね、ジャズ、うん、ジャズじゃないや、あのあれや、うん、あの音街道。そう、音街道ね、みんな音街道はあの去年も やりましたから、ジャズストリートっていうかね、音楽ストリートフェスティバルだね。そうそうそう、音街道ね、街道、吉野音街道。そうですね。街道って今何表現した？街道ですよ、街道。あ、それ あお前の中では街道じゃ、そんな感じやな。あ、分かった分かった分かった。まず景色が綺麗ですよ。はい、ね、ジャズが聴ける。ジャズが聴ける。そしてクラシックっぽいものもある。食べ物もあります。ロックも来る。あ、そうか、いろんなジャンルの人がね。ああ、そう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 、ね、東京から来るぞ、ロックが。すげえ。いろんなとこから来る、うんうん、ジャズもいろんなとこから来る。そして皆さんが好きなように演奏してます。その中でコンテストもやろうじゃないかということで、うん、今回初めてね、コンテストやります。琵琶湖からもロックが来る、ま、ごめん。ロックが来るのがめっちゃ嬉しいね。でね、うん、あのね、一次予選が今終わってね、うん、で一次予選を通過した6名ね、はい、6名のね、うん、あれ、あのコンテスタントっていうやつ、はい、うん、の皆さんが当日演奏してくださって、はい、ね、グランプリを決めるわけでございますよ。すごいですよ、うん、ね、はい、で今日はね、うん、そのジャズコンテストな、うん、一次予選の採点表を公開しちゃおうというわけだ。どんな基準でね、うん、うん、一次予選の選考が行われたのか皆さんに知ってもらおうじゃないか。あ、そうですね、うん、これは見るとね、また来年よし応募してやろうかなっていうね、はあ、人もいると思いますね。まあ、こういう成績表だね、うん、まあそうだね、成績表だね、うん、通信簿、通信簿の、これがそう、うん、これがこれが、やっぱあのコンテストに出ない人でもね、うん、これを見たらね、うん、ほらこういうことを勉強すればいいんだという参考にもなるわけよ。まずまずっていうかね、まあ、こういう感じですね、うんうん、こんな感じのね、あ、吉野音街道のジャズコンテストってさ、あのボーカルだけじゃなくって、あの楽器の人もね、みんないろんな楽器が一緒くたになってね、あの審査されるわけだ。そうです、うん、ね、でボーカルとインストっていうのはやっぱりまあ性質が違うじゃん、うん、はん、これインストですね、だ、うん、からね、ボーカルとインストのね、これ項目ちゃうねん、うん、
これがインスト、そしてこれがボーカルはこれですよ、うん、ちょっと字が細かくて見えにくいかな、うん、後で読み上げるわい、うん、なるほど、うん、こんな感じで源氏、うん、解説していきます、うん、で、そのボーカルがボーカルとインストは違ってて、であと課題曲と自由曲あんねんな、そう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 、うん、課題曲ね、ちなみに今年の課題曲は、うん、あれだ、アロントゲザーだ、ペンペコポンポンですね、はい、こういう曲でした、うん、そういう曲や、はい、うんうん、よし、じゃあ行くぜ、うん、ね、吉野音階堂ジャズコンテストのね、一次採点表な、それのね、インスト用のまずね、解説から始めましょう、イエーイ、最初ね、楽器操作技術っていうのが問われるわけよ。おお、なるほど、うん、項目ね、最初は楽器操作技術、うん、はあ、これどういうこと、楽器の基本的な操作ができているか、音の粒が安定しているか、まあこれ普通やな、うん、うん、楽器の音色、うん、楽器が美しくなっているか、うん、あと音が美しいかどうかやな、うん、うん、この問題は次や、リズムや、うん、うん、タイム感とグルーヴ感っていうのがね、そうですね、問われるわけや、うん、何タイム感とグルーヴ感って、タイム感とグルーヴ、同じリズムでも、うん、タイム感っていうのは同じ一定のテンポで楽器が演奏できるかどうか、うん、ね、グルーヴ感っていうのはそれこそ、ね、ノリがいいかどうか、そういうことですね、リズムは2種類ある、ちょっとそれ聞いてみや、タイム感がないあるっていうのはどういうこと、だから例えば一つの曲を弾くのに、うん、ね、早くなっちゃったらおかしいよね、うん、最初に決めたリズムで弾かなければいけないということですね、うん、でグルーヴ感っていうのは、うん、ね、まあ、ノリですね、うん、ノリです、グルーヴ感のない演奏中はどんな感じや、これグルーヴ感つけるとちょっと変わるよね、はあはあはあ、うん、こういう感じかな、なるほどね、うん、うん、で次はね、ジャズの演奏についてね、ジャズ的な演奏ができているかどうかっていうのがね、うん、うん、あれ基本にな、基本じゃないわ、問題になってるわな、うん、まずハーモニーや、うん、ジャズ的ハーモニーな、うん、テンションを使いこなしているかどうかやな、うん、そうですね、うんうん、テンションを使いこなした演奏というのはどんな感じでしょう、テンションを使いこなした演奏っていうのは、テンションってまず何、テンションっていうのは、その楽器の9スト、13スト、11スが入ったコードをテンションと言います、音的にはドミソの和音にいろんなレとかファのシャープとかラを入れる、うん、ややこしい音になりますね、うん、これテンションですよ、テンションが入るとこういうことになる、テンションがないと、うん、ね、単純な音になりますね、なるほどね、うん、それをちゃんと使いこなしているかどうかっていうのがね、そうですね、あとはアドリブな、うん、フレーズ、それはもう聞いてる通りアドリブですね、かっこよさ、うん、でエンディングや、うんうん、お前が一番おろそかにしおるやつや、ね、なるほど、うん、それが美しくまとめられているかどうか、はい、うんうん、それが問題、そうですね、うん、であとは応用項目でね、うん、これはまあすごい主観的なあれになるねんけどな、うん、表現力とか、はい、独自性とか、そうですね、説得力や、はい、あ、それで300点やな、なるほど、結構細かいところまでね、ちゃんと採点してますよ、うん、ね、ね、で次はボーカル、ボーカルですね、はい、ボーカル、ワイもね、ジャズシンガーや、じゃあワイも歌手や、うん、ワイ歌手や、なるほど、うん、そのワイも採点してもらおうか、うん、まず音程が安定しているか、うん、どうや、やってみよう、なんやってみよう、はい、
確かに言えないけど、ちょっとだけね、あの音が、フラフラしてるところがあるかなということですね。あ、5段階評価だったら何ぼや？5段階評価だったら2かな。2か、厳しいな。あ、うん、おおおお、で発声だ。うん、発声行こう。はい、うん、なら、まあまあ、まあ、めめめがいいか、君は。はい、まあ、発声だけでは何とも言えませんけども、歌い出しいいんじゃないですか、うん、マジか、はい、じゃあ5段階評価で何ぼだ。5段階評価で、まあ、歌い出しだから3ね、3ぐらい。3もらえた、はい、うん、じゃあね、タイム感とグルーヴ感や、うん、うんうん、さあ審査してもらおうか、うん、そしたら、タイム感、はい、ね、じゃあどうしようかね。それに合わせて、なんかまあ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 って言い続ける。ワン、ツー、スリー、はい。ちょっと途中でね、いびつになっちゃったけどね。それまでは良かった。まあ一瞬ね、まあまあ、まあとにかく、一定のスピードで、ちゃんとね、うん、歌えてるかどうか。5段階評価で何歩だ。5段階評価だと、これもやっぱし、まあ、3ってとこかね。3か、はい、なんかちょっと9台点やな、はい、そうですね、はい、じゃあ次はな、うん、グルーヴ感や。グルーヴ感どうや、うん、いこうか、はいはい、シャバダバ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 って言ってるか。3、はい、シャバダバ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 シャバダシャバダバシャバダバシャバダバシャバダシャバダバ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 シグルーヴまああのグルーヴらしきフレーズを歌っているということだね。は、うん、5段階評価では何本。5段階評価ではまあね、4ぐらい。えどうでもないか。これもやっぱり3かもしれんな。マジで結構高いじゃん。ちょっとびっくりしたわ。3か2かな。えすごい、やっぱりはちょっと、うん、幅があるんですけど、ね、天狗になった途端にこう下げられるっていうのはどういうこと、うん、次はね、発音だね。発音だね、はい、歌詞が滑舌よく正確に発音されているか。そうですね、はい、はい、じゃあなんか誰かね、 Fly me to the moon ってやってごらん。はい、はい、ワン、ツー、サン、はい。 Fly me to the moon、いいですね。これはダメだな。これは1だ。1か、可愛さでこうちょっと上げようよね、まあ 1.5 っていうのはありませんけども、2ですけどもね、でもまあ 1.5 かな。 1.5 ないですよ。1か2か3かのここですからね、本当はね。じゃあ次は声域や、うん、高低音域の発声が安定しているか、うんうんうん、自分に合ったキーが選ばれているか、うん、どうや。ララ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 ラ、これ中央域だね。これは簡単だと思う。三、はい。ララ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 ラですね。じゃあ高く上げていくよ。三、はい。ララララ。ラララララララ、はい。ララ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 ラ
ね、低い声ね、出るようにしようね。高い声はいいんじゃないかな、キンキン声だからね、ばっちゃんはね。キンキン声ってお前褒めてないやん。いや、5段階評価の何ぼだ。はい、これ3です。ね。3もらえたら結構評価高いんじゃなくて。はい。はい。じゃあ次は解釈、ストレートの歌唱ほか、うん、スキャット、フェイク等を適切に行われているかどうか。うん、なるほど。はい。じゃあ、先のやつか。ですね、はい、でもまあ、 なかなかしっかりストレートでね、歌えてると思います。じゃあ解釈 OK か。解釈、まあ、あんたが作った歌詞だから解釈には問題ないと思いますね、はい、じゃあ5段階評価の何歩じゃ。はい、これはもう4 4もらえた、やったー、はい、じゃあ、ね、これはもうあと総合で表現力は世界観が伝わる演奏かどうか、うん、なるほど、いかがかな。これはね、表現力がなかなかあったと思いますよ。やって。ね。表現力はもう4か5。やったー、ね、まあ、なかなか表現力はあると思います。ね。じゃあ、独自性、個性を感じられる。あ、個性、もう、個性はもう5です、これ。やったー、ちょっと、あれ優勝しちゃうんじゃない。個性は5。説得力は、説得力も、これももう4か5。演奏に魅力が感じられるか、ずっと聴いていたくなる演奏が、ちょっとこれ芸術性ずっと聴いていたくなる。まあこれは3だな。2か3かっていう感じかね。聴いていたくないんか、聴いていたくないんですか。でもね、1じゃないんだよ、まだ1じゃないからね。復習してやる。まあ1っていう人もいないと思うけどね、まあ、あね、はい、まあ、そんな感じでね、はい、審査されたわけですわ、はい、気分悪い。それでね、審査が終わったらね、この審査した紙をね、全部皆さんにね、送りつけるわけよ。なるほど、うん、そして6名の、上位6名の皆様がね、はい、だからちゃんと点数で決めてんだよね、これね。そうだね、だから今回もちゃんと点数つけて、うん、ね、惜しくも何十点、うん、なんだっけ、その点数あるじゃない、合格点、うん、ね、惜しくも、まあ、1点2点あったね、うん、1点2点でね、いけなかった人もいるのかな、うん、だから本当にね、もうみんなね、すごい上手い人は本当にみんなね、バッチリ歌ってくれたりバッチリ演奏してくれた人いたけどね、うんうん、まあ、でも点数をトータルした場合にこうなっちゃったよっていうことでね、うん、選ばせていただきました、うん、で、本番の、伴奏は全部ね、僕がっていうか、僕のピアノと、あとね、西川聡さんのベースと、はい、松本奈さんのドラムスで ね、トリオでね、はい、お迎えするわけでございます。そうですね、はい、うん、まあ、そんな感じでコンテストやりますんで、うん、ね、みんなコンテストを見に来てね、はい、お昼の3時かな。そうそう、お得だよね、だってね、あれだよ、男街道ってね、チケットも1000円なんでございますけどね、うんうん、1000円でプロのステージも、他の皆さんのステージも、でも、ね、なんかあれだよね、うん、いっぱいすごい人来てるよね、うん、うん、うん、公募してね、公募のバンドね、うん、うん、してるんだけど、すごい人いっぱい来てるし、うん、吉野町とね、ゆかりの人とか吉野町にね、うん、関係のあるバンドの皆さんもめっちゃすごいね、うん、めっちゃなんかハイレベルよね、うん、そうですね、でコンテストもね、思った以上にハイレベル。そうですね。第1回目にもかかわらず、うん、皆様ご応募ありがとうございました。そうですね。うん、そんな感じでコンテストもありますよということですね。うん、でね、今年はね、食も充実、うん。なんと30点くるぞ、30点。うん。うん、すごいね。すごい。うん、わい、食い歩く。はい、うん、そう、食い歩くっていうこともできますね、うん、食い歩く、うん、もう食い歩くなんてもんじゃないが、食い歩くね、うん、すげえぞ、はい、洋食から和食から全部あるんじゃないか、うん
あるよ、ね、うん、洋食が専門のお店さんとか、あとね、うん、なんかすごい外国料理とかね、そうそうそう、面白いの来るよ、うん、おでんもあるね、おでんうまいよ、ね、めっちゃうまかった、うん、もう去年おでんうまくて泣くかと思った、そうね、うん、あっという間にちょっと売り切れちゃったんだけどね、そうそう、売り切れるの早いよね、うん、いろんなとこから来るんだよ、そう、いろんな美味しいもの、いろんなジャンルね、うん、のあのジャンル、もう音楽的に言うといろんなジャンルですね、そうだ、の食べ物屋さんが来ますよ、うん、ね、だから食べながら音楽楽しめると、そうだ、ね、最高ですね、最高だ、うん、うん、まああとは天気が良ければもっと最高かな、もっと最高、はい、あ、でも雨でもね、室内だからね、うん、そうですね、会場ね、はい、ぜひ皆さん聞いてください、はい、柴田ごめん、そんな感じかな、もっと愛想よくしろ、愛想よくいやいや愛想いいですよ別にまっちゃんどんどん喋ってよ、あ、うん、うん、でもね、こんなところでございます、はい、うん、ぜひ吉野音街道第2回一枚で。